衆議院議員の藤田誠一さんの方が今日来て、来てくださっていますので、一言ご挨拶いただければと思います。衆議院議員の藤田誠一でございます。先ほど上野先生から、国会が怠けているという作戦を取ろうということでございますので、言われたらその通りというふうに答えたいと思います。今日は12月10日で世界人権デーなんですね。もう本当に人権が侵害されているということで、こういう訴訟を起こしていただいていることで、子どもの人権、そして共同親権の推進というのは非常に、私は進んでいるんじゃないかというふうに思って、敬意を表したいと思っています。で共同親権という言葉が本当は正しいんだろうかと私今思っておりまして、ジョイントカスタディっていう言葉なんですが、これは子供の権利条約英語で書いてある。そしてアメリカではこのジョイントカスタディっていう全く同じ言葉で共同監護と言ってるんですね。要するに親の義務なんです。親の義務ってことは子供の権利なんで、親の権利じゃないんですね。だから2人の親の権利を1人、除くっていう考え方が今日本はあると思うんですけど、そうじゃないんじゃないか。子供の権利で親の義務なのに、なんで国が1人の親の義務を放棄させることができるのかいうようなことから私はおかしいなと思ってます。そして24カ国調査で一番問題なのは時間が書いてないことなんです。解決される時間が書かれていないということが一番私は問題だと思っています。先ほど子どもの権利条約の9条1項でジュディシャル、レビューデターミンってなってますけど、そういう司法審査がすぐに行われるのが世界的な標準じゃないですか。それが今ないというようなことが一番の問題だと思っています。そして、要するにこれ世論がね、世論が賛成していかなきゃいけないということで、非常に難しい緻密な議論をしても反対派は賛成しないわけです。そしてここで DV で逃げるのはおかしいよねとか、連れ去りはおかしいよねって言ったら、これはもう絶対反対派はね、最後まで抵抗するし、国民もそれはなかなか納得できないんです。本当は DV があったら正々堂々と逃げられる国にしなきゃいけない。そのためにはDV であろうとなかろうと別居することができるときに、それは司法審査が監護権を決めてあげればいいんです。それが世界の常識なんです。ですから DV で連れ去りが禁止だとか、そういうような対立を煽るんではなくて、 DV でも逃げられるような国にしていこうじゃないか、そのためには迅速な司法審査が用意しましょうというような方向で、私は反対派にも理解をしていただきたいと思っています。皆さんに対して本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は昼休みデモしたんですけれども、法務省前に人権週間と書いていますので、人権週間にきちんと連れ去りのもと取り上げてほしいというふうに書類を書いたんですけれども、続きまして、3つの訴訟、国外訴訟を